加藤美衣は日本の女子プロテニス選手、京都府京都市出身、ザイマックス所属。これまでに WTA ツアーでダブルス一勝を挙げている。WTA ランキング最高位はシングルス122位、ダブルス30位、身長156センチメートル、右利き、バックハンドストロークは両手打ち。2017年全豪オープン女子ダブルスベスト4、進出。 京都市立修学院小学校、立命館宇治中学校、高等学校卒業。小学校低学年の8歳からテニスを始め、パプリッククラブ宝ヶ池で腕を磨く。2011年全豪オープンジュニア女子ダブルスで、1学年上のホズミエリとのペアで準優勝。2012年8月の全日本ジュニアテニス選手権、U-18 女子シングルスにて、決勝で、 沢柳里子と対戦し、沢柳の負傷危険によって、ジュニア U-18 女王となる。翌2013年10月に、プロ入り。2014年の島津、全日本室内テニス選手権大会では、決勝で、今西美春を6から1、6から4で下して、プロ初優勝を飾った。シングルスは2015年全米オープンから4、大大会の予選に挑戦を始める。 ダブルスでは、奈良くるみとのペアで2016年、全仏オープン女子ダブルスに初出場を果たしている。2016年は、ホズミとのペアで2月の台湾オープンで準優勝、4月のカトビセオープンでダブルスでのツアー初優勝を果たす。2016年全米オープン女子ダブルスでは3回戦に進出した。2017年全豪オープン女子ダブルスでは、ホズミとペアを組み、 三回戦で第四シードのサニア、ミルザ、バルボラストリコバ組を63、26、62で、準々決勝で、ミリアナルチッチバロ、アンドレアペトコビッチ組を63、63で破り、日本人同士のペアとしては2002年全仏オープンの、杉山愛、藤原理カ組以来15年ぶりとなる、ベスト4進出を果たす、準決勝では、第二シードのベーサニーマテックサンズ、 ルーシー・サファロが組に前線する後、フルセットの末に敗れ、決勝進出を一した。2017年全仏オープンでは初めて、シングルス予選を勝ち上がり本戦に出場した。1回戦で、テーラー・タウンゼントに4から6、0から6で敗れた。9月のジャパン女子オープンテニスでは、予選3試合を勝ち抜き本戦へ進出。初戦で、同世代の日々の名を6から3、6から4。 二回戦で第四シードのクリスティナ・プリスコバを7から5、6から3で下し、ツアー初のベスト8へ進出。準々決勝では、アレクサンドラ・クルニッチを6から1、6から3のストレートで破り、準決勝では同じく予選勝者のヤナフェットに、マッチポイントを握られるも、4から6、7から6、6から4の大激戦の末、逆転勝利。決勝では、 ザリナディアスに2から6、5から7で敗れて初優勝を逃したが、翌週の世界ランクでは、自己最高の123位を記録した。2018年は9月の花キューピットオープンで、ダブルスで、二宮誠とのペアで、決勝進出。しかし決勝で、ホズミ、超卒組に敗れた。翌週の東レッパンパシフィックオープンでは、二宮とのペアで2週連続で、決勝進出。 決勝で、アンドレア・セスティニ・フラバー・チコバ、バルボラ・ストリコバ組に勝利し、日本でのツアー大会で、初優勝を果たした。2020年5月7日、京都市に111万111円を寄付した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール海戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。